裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日お話をしてくださるのはこちら佐々木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、佐々木さん、見るからにちょっといかつくてアウトローな雰囲気を漂わせているんですが、実はそちら方面でございません。全く別の角度でございます。どういうお仕事をされているのか、ちょっと軽く自己紹介を兼ねてお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、東京都江戸川区に本社があります株式会社孫の手といいまして、いわゆる特殊清掃の会社をやっております。はい、特殊清掃とは何でしょうか。ご遺体があった部屋とか、いわゆるゴミを溜めてしまったゴミ屋敷を片付けたり、掃除をしたりする会社です。はい、YouTube ではですね、そういうところに潜入したとか、その体験したという動画は結構上がってますが、特殊清掃の会社を経営されている方というのはあまりね、ないのかなと思いまして、今回ゲストに来ていただきました。で、実際、特殊清掃、すごい大変だと思うんですけど、今もちょっと出ました、事故物件、貸し物件やゴミ屋敷とか、そういうものを掃除するということなんですが、会社でやられてるんですよ。会社でやってます。従業員というか規模感的にはどれぐらいの会社なんでしょう。夫婦で役員でやっていて、いわゆる一般の普通の、作業者というか、スタッフが十数名でやっている、本当にちっちゃい会社ですよね。年間の何ていうんですか、件数というか売上っていう聞き方を普通だった企業すると思うんですけど、それってちょっとあんまりよくは、むしろ分かんないと思うんで、聞いてる人、規模感的にはどっちがいいのか、件数で聞いた方がいいでしょうかね。どれぐらいの件数を受注するものなんですか。もうね、大小合わせてですね、1000件前後なんですよ。年によってちょっと違うんですけど、大体800件から1100件、去年あたりちょっと少ないんですが、ちなみに今大小って出ましたけど、大小ってどういうこと。いや、もちろん本当に、例えば特殊清掃であれば本当に少し血がついてるだけとか、そういうのもありますし、家全体とか、家全体という場合もあります。とにかくでも十数人 の、 従業員の方がいて経営されている。で、エリア、会社として小さいっておっしゃいましたけど、十数人食わせるってなかなかな、売り上げがないとできないと思いますし、それでも今1000件前後ということですから、ここは金額とかについてあとちょっとお聞きしますけれども、エリア的には、先ほど本拠地江戸川区とおっしゃいましたけれども、どのあたりを管轄して。もう基本的には東京都を中心としたその周りですね。はいはい、ですから東京、千葉、神奈川、埼玉を中心として関東地域。そうですね。はいはい、という感じなんですよね。はい、じゃあ、今まで、基本それってあれなんですか、その免許制とかなんですか。免許はないです。所詮掃除会社なんで、清掃会社なんで、清掃にかかる免許というのは必要ないですよね。じゃあ別に依頼があれば、ものすごい遠くとか他県とかもあり得るってことなんですか。あり得ますけど、そこはもう予算次第というかね、遠くなれば遠くなるだけ費用もやっぱかさむんで。佐々木さんの孫の手という会社は、業界ランク的にはどのくらいの規模感なんですか。いや、業歴も長いですし、これだけ人数構えてやってるとこ少ないんじゃないかなと思います。ほとんどがね、個人の、そうですね、便利屋さんの延長でやられてる時もありますよね。はい、じゃあ結構その特殊清掃業界っていうのは規模感は大きいんですか。そんなに大きくないか。特殊清掃業界としてはかなり他業種からの参入もありますし、増えつつあるんですけど、いかんせんやっぱりまだまだ確立されていませんので、新規参入してきてもすぐ消えていくとかいう感じですね。確率っていうのはノウハウ的な意味。ノウハウが確立されていない。佐々木さん自身はこの業界始められてどれくらいなんでしょうか。13年14年かな。その前っていうのは何かされた。運送業だったんですよ。運送業から特殊清掃業。はい、ちょっと話脱線、本流であり脱線なんですけど、なんで運送業から特殊清掃。いや、運送会社やってたんですけど、29歳から十数年前にいわゆるリーマンショックっていうのがありましたよね。はいはい、その時に会社倒産させて、で途方に暮れた先行き着いたのがこの仕事だったんですよ。
じゃあこの業界っていうのは、まあ、イメージ的にやっぱ人から忌避されるというか避けられるようなイメージありますけど、当時もそういうところはあったんですか？当時その我々が始めた時2008年当時ですけど、あのいわゆる遺体があった部屋の特殊清掃にはまだ手を出してませんでした。どっちかというとゴミ屋敷主流でした。で、当然設備とか装備も揃ってませんでしたから、すぐにはそこには着手しなかったんですね。でゴミ屋敷を数年5年ぐらいやった時から少しずつやりかけたっていう感じです。特殊清掃はじゃあどこかに弟子入りしたとかないです。そういうのもなく独学ですか？全部独学で常に研究して検証してっていうのをひたすら繰り返す。今もそうですね。あのね、ちょっととある方からね、そういう打ち幕っていうのはちょっとお聞きしているんですけれども、はい、今とある方が画角の外にいるんで、その方はね後々登場しますんでお楽しみに。あの特殊清掃っていう言葉だけでね、すでに気がついている方もいらっしゃるかもしれませんが、その方も後々ゲストで来ます。肝心の依頼なんですけど、はい、どこからあの来るんです？電話、メール、どういう形で依頼が来るんでしょうか？特殊清掃に関してはほぼ 100% 電話ですね。電話で8割が不動産関係ですね。いわゆる管理会社、大家さん、はい、賃貸の客付け屋さん、そこらあたりから入ってきます、うん、で残り2割はいわゆる遺族関係者ですね、うん。そっか、僕ら の, あの動画で言うと、以前成仏不動産、はいはいはい、ね、アキンド、ね、株式会社アキンド、はい、あそことちょっとあのコラボというか動画撮らせていただいて、はい、ああいうところからも来たりする？以前はありましたけど、あ、以前はありましたけど、うちの方も同じような事業をやりだしてからピタッと止まりました。それはそういう業界が。ピタッと止まります、はい、業界が、はい。いや、というよりは、やっぱああいう不動産屋からさんから来るってことですね。不動産事業者から。はい、管理会社、ほとんどが管理会社からのファーストコンタクトですね。個人で来るのこともある？あります。それは少ないですけどね。極めて少ない。ゴミ屋敷なんですか？ゴミ屋敷は全部個人からです。例えば、比率で言うとですけど、あの管理会社とか来るってことは賃貸の物件ってこと？賃貸ですね。持ち家とかだったら個人とか？いや、いわゆるマンションの区分所有でも管理してる会社はありますんで。マンションと一軒家ってやっぱ違いあるんですか？マンションが圧倒的に多い。圧倒的にマンション。持ち家っていうか普通の一軒家、戸建てからはあんまないんですか？少ないですけど、ゼロではないです。なんかあるんですかね、そこの差って。やっぱりね、一軒家って発覚しにくいのと、発覚したところでそんなに周囲に迷惑かけない。ああ、でも発覚した時の被害はでかい、被害というか中身はすごそうですね。でかいですねすごく日数が経っちゃってます、ね、ですよね。なんか前見たことあるんですけど、うん、一軒家の時ってドア開かないとかいうレベルじゃなくて、なんかちょうど外から見えないと全部ゴミとか、うん、それちょっと僕もあります、はい、昔住んでた家の近所で普通の家だなと思う、通り過ぎるときにギョッとするときがあってあのドアの、ドアじゃないの、玄関のこうほら あるじゃないですか、壁際にギューチャーってゴミがあったって、うわっうわっと思って、でそこが溢れ出してからなんかちょっと近所ざわざわしてましたけど。だからゴミ屋敷の場合でも孤独死の場合でも、一軒家は発覚したときにはもうかなり重度っていう場合が多いですね。マンションは比較的じゃ管理会社とかで、近所の人とかの通報じゃないけど、あ、ゴミ屋敷の場合はマンションはもうほとんどそこに住んでいる当事者本人です。はあ、本人からそろそろやばい、傾向です。どの人がってことじゃなくて、傾向として、性別、年齢、職業、どういう人が用途出会う率が高いですか？まずゴミ屋敷ですよね。ゴミ屋敷は、ゴミ屋敷はまず性別、7割女性、はあ、年齢は様々で、下20代上も50代、はい、属性はそこそこ、いわゆるキャリアウーマン、あ、まあ、男の場合もそうですけど、はいはいはい、家呼べないですよね、そんなんで、呼べないですね。事故物件はそれこそ読めないですか？どう、読めある傾向あるものなんですか、業者さんから見ると？いや、傾向はないです、これは。これって、
多分いろんな物件に行かれることがあると思いますけど、はい、それこそ生前の収入とかもさまざまな感じの人がなると思うんですけど、総じてお一人暮らしなんですか？もう基本的には一人暮らしです。基本的には基本的には基本的には家族がいてとかそういうことは、まあ、稀にありまして、例えば戸建てで同居してるのに、はい、死後1週間どうか気づかれないという場合もあるんですよ。うーん、我々の友人だとお母さんが入院されてる間にたまたま亡くなられてっていうのがあって、はい、お母さんが入院帰ってきたらって、しかも夏場だったんで窓を開けてたんで、はい、匂いがこもらなくて、それで発覚が、発見が遅れたっていうので、そういうこともあったりして、なんかそういう不運が重なってみたいなことっていうのも、まあそれはでもその時一人なわけですから、まあ遅れても仕方ないんですけど、完全に同居してるのに、あ、そういう没交渉になってたりすることもある。だから2階で亡くなってんのを気づかずにとか、まあ2世帯住宅の場合はどう考えるかっていうのは、まあそれぞれの家なんでちょっと微妙なところではありますけど、まあ、中にはそういうこともあります。ここ、まあ、十数年やられてるじゃないですか、はい、傾向として独居老人増えてるなとか、そういうなんていうか自己物件の方が仕事の件数多くなってきたなみたいに伸びてるなとか、そういうことあるんですか？この5、6、7、8、9、いわゆる夏期間、ゴミ屋敷よりもはるかにいわゆる特殊清掃の方が増えました。これは暑さの関係、暑さの関係もあるんでしょうし、とにかく去年からむちゃくちゃ多いです。いわゆる病死だけじゃないんで、はい、ちょっと、あれですね、実施されることもあるということですね、はい、なんかここ最近のニュースで、まあ、若い女性のそういう自らっていうニュースが普通に、はいはい、まあ、リアルタイムでね、放送というか、いるとき、今何月、10月なんですけど、そういうニュースが普通に出てるんですね。それ景気だったりとか世の中の状況とか環境だとか、そういうことに自己物件にというより特殊清掃っていうのは結構左右されると思います。はあ、ゴミ屋敷はあんまり関係ないです。ゴミ屋敷は今正直この夏期間、本当であれば爆発的な量をやるんですけど、3分の1ぐらいに落ちてますね。夏に依頼が多いんですか、ゴミ屋敷って。そう、6月、5月の終わりから6、7、8、9はピークなんですよ。やっぱり臭いからですか？でしょうね。やっぱり過ごしにくいからなんでしょうけど、やはりちょっと景気とリンクしてるような感じがありまして、とにかく収入が減ってるとか、お金を使いたくないという風潮があるんで、だってもう今まで何年も貯めてきたわけでしょ。今年は当ててやることないんですもん。ちょっと時事ネタで恐縮なんですけど、コロナ禍、はい、お片付けブームあったじゃないですか、はい、あれでゴミ屋敷片付けようみたいな人増えたとか、そういうの、いわゆる本当にもうゴミ屋敷の人はコロナ禍だろうが年末年始だろうが関係ないんで、関係ない関係ないです。関係ない、そういうもんじゃないんですね。ちょっと散らかってるとかいうレベルじゃないんですよね。まあ、この辺にね、ちょっとなんかいくつか佐々木さんが担当したゴミ屋敷の写真でもパッパッと出してもらえばいいと思うんですけど、とにかくあれですよね。そうです、そうです。玄関から埋まってて上を歩くとか、ね。だからもう天井の方が高いとか、近いとか、そういう場合もあるわけですから、これを今すぐどうこうってやる必要もないわけですよ。いや、もちろん引っ越しが迫ってるとか、退去期日が決まってる時は別ですけど、何にもなければ動きませんよ。本人的には居心地いいもんなんですか？いや、悪いでしょ。いや、そうですよね。ゴミ屋敷のゴミって何なんですか？何なんですか？やっぱりコンビニ系が多いんですよ。コンビニ系ってかさばっちゃうんで。じゃあ意外と歩くとふわっとしてるんですか？いや、もう踏みしめられて。あ、ガチガチ。ガチガチ。はあ。これでちょっと聞きたいのは、ゴミ屋敷と特殊清掃、自己物件特殊清掃って、難易度的には、受注した時に思うじゃないですか、難易度っていうか、どっちが大変、どっちが時間かかる、どっちが労力、人数何人区だとか、はい、そういうふうにあるじゃないですか、はい、あれってどうなんですか、どっちが。いや、もうそれね、もう切り離して考えないと全然別物なんですよ。だからまれにゴミ屋敷化した中で亡くなってるっていう例はありますよ。はあ、はあはあ、金額的にはどっちが高いですか？トータルする、いや、それは規模によりますよね。
やっぱりゴミ屋敷はそのゴミをためた年数であるとか、はいはいはい、ゴミ質で変わりますし、いわゆる孤独死もその発見されるまでの日数であるとか、うん、あのそういうので変わってきますんで。相場感的にはどんくらいなんですか。例えば、まあ、まずゴミ屋敷ね、うん、いわゆる若い人が住んでるワンルームマンション、うん、だから平米数で20から25平米で、ゴミをコンビニゴミを例えば3年貯めましたと、はい、で、そこを片付ける、まあ、水回りの清掃をするっていうところで、うん、大体25万円から30万円ぐらいの費用です。ははははは。それって1日で終わらせるんですか。うん、まあ基本的には1日ですね。はあ。1日で終わらせていかないとそこまで時間かけられないんですよ。1日に何物件やるとかある。結構そんなことある。最低2物件。あーチームで動くんで、はい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 、で、まあ、10人仮に10人いても常に2人は休んでるわけですから、休みがね、でも特殊清掃じゃなくて、そのなんていうゴミ屋敷の清掃ってゴミをどけるだけでいいんですよね。なんか最後ピカピカにしていくとかそういうことじゃない。やります、やります。あそこまでやるんですか。やります、やります。あのいわゆるダスキン的な、うん、あのかなりまあ劣化はしちゃってるんですけど、うん、最低限水回りと床はきれいにしようねと。ああ、それはちょっと孫の手としてのサービスです。だからあの他社なんかでゴミを取るだけで、床はもうそんなん靴履かないと歩けないという状態になっていることは結構やっぱり多くて、うん、あのゴミは他社で片付けてもらったんだけど後の清掃がっていう依頼も結構多いですよ。うーん、そっか。じゃ あ, あの関連すること一切合切やってるみたいな感じで、あの今ゴミ屋敷です、ね、特殊清掃事故物件のことってどうなんですか、はい、費用ですか。相場感というんですか。じゃあ例えばこれもじゃあさっきと同じシチュエーションで、ワンルームで一人暮らし、まあただしゴミ部屋ではないところで、死後夏場の2週間ベッドの上ってなった場合ですけども、まずいわゆる特殊清掃の部分ですね。特殊清掃の部分はあの消臭除菌清掃なんですけど、この部分がだいたい30万前後、20万から30万前後です。あのその中のものとかはどうされるんですか、その全体的に。おそらくですけど、うん、匂いがついてたりとかするじゃないですか。です、家具とか家と残ってる、はい、それは不動産屋とか依頼主さんと相談なんですか。です、あのね、こう何もかもひっくるめて特殊清掃というからちょっと紛らわしくなるんですけども、うん、あの一応我々ではね4つのフェーズに分かれてるんですね、うん、でまずあのこれは社内的に呼んでる商品名なんですけど、うん、特殊清掃一時処理というのをやってくださいね、やりましょうというのを推奨してます、はい、例えば遺体が発見されました。遺体は当然警察が持っていくんですけど、遺体痕ですね、うん、遺体痕です。これがまあいわゆる、うん、そうです、あのよくたまにメディアとかに出てくるご遺体のこの人肌になってたりとか、はい、血が流れてたりとか、はい、まずこれを清掃してあげる、うん、で初期の消臭と虫の駆除をしてあげる、うん、でその次に、まあ、遺族や関係者が入室して遺品整理をしてくださいね、うん、でもちろんそこはあの遺族関係者がいない場合は省かれるんですけど、あの遺族や関係者が入れる状態にする、うん、で次に遺族は遺品整理をする、うん、あの貴重品であるとか必要なものをピックアップする、で家財を撤去する、うん、でその次は防臭作業に入っていく、でリフォームする、この4つのフェーズに分かれるんですよ。3から先は僕も行ったことがありますね。3からあのこの前も動画で出てましたよね、はい、あの床板が剥がれてて、はいはい、壁紙が剥がれててっていう状態、はい、これが3列、はいはい、でも結構匂い残ってますよね。こうあのその程度はあると思います、はい、そんなに行ってなかった、あのなんていうか、そういう腐敗とかが進んでなかった状態でも、僕が入っただけお部屋とかも結構匂いが残ってたんで、相当やっぱり匂いって強いんですよね。残ります、はい、で匂い粒子ってまあ我々言うんですけど、目には見えないんですけど、うん、まあ、こういう丸いね匂い粒子が付着してると思えばいいんですけど、うんうん、ここを完全にやらないと次のリフォームが失敗する、うん、いわゆる原状回復が完了しないというか失敗するんですよね。どっかに残ってるとダメなんですか。一滴でも残ってるとダメ、アウト。
場合によってはあれですよね、床剥がして基礎から削るとかありますよね。ありますね。あの今やってるやつもそうなんですけど、うん、あの床板剥がしただけではとどまらず下のコンクリートスラブまで行ってて、うん、で今一生懸命あの洗浄してコーティングやってますね。あの、もう内装業に近い部分までやるんですか？ギリギリまで、本当ギリギリまで。ただうちは工事部もありますんで。 あるんですね。あるんです、はいはい、その後のリフォーム工事までやるんですけど、はい、例えば特殊清掃で不備があった場合工事部が残してるよっていうことを指摘して手直しですぐできるんで、うん、そこまでやってる会社ってあんまないんですか？一貫してやってるとこ少ないかもしれないですね。 うちもつい最近まではあの2年前に工事部を設置したんですけど、それまではやっぱり外注してましたね。連動してやった方がやりやすいっていうのはあるんですか？やりやすい。後工程が分かってると、例えば床を取るにしてもこういう取り方しといてねとかいうのが工事部から指示があるんで。そういうことですね、はい。ここまで聞いて、まあ、ちょっともう一個僕がこの最近ちょっと気になってること、はい、いわゆる孤独死がすごく多くなりすぎて、はい、事故物件、貸し物件に、孤独死を含めるのか含めないのかみたいな話がちょっと業界的に出てたという記憶があるんですけれども、はい、それは今どうなってるんですか？国交省のガイドラインでいくとですね、はい、まあ、3年間の告知をしてくださいねと。ただその特殊清掃が入るレベルの、病死であれば3年間の告知をしてくださいね、うん、っていうガイドラインはあるんですけどね、うん、で法的には何かがあるわけではないみたいですが、そうすると特殊清掃が入らなかったら告知義務はないってこと？まあ、例えば亡くなってすぐに発見されたとか、うん、そういう場合だと思うんですけど、うん、その境界は非常に曖昧です。不動産屋さんがこれ自分たちでできるわ、うん、やっちゃった場合はまあ告知ないっていうことになっちゃうんですかね。曖昧ってことですね。曖昧です。非常に、はい、だから例えば不動産屋さんに電話してきて人が亡くなったんだけど匂いはないですとか、うん、何も汚れがないですって適当なこと言って電話してくる場合あるんですけど、うん、やっぱり見る数値を測ってみたり、例えば1枚、カペットを剥がしてみたらいやあるじゃんっていう場合もあったりするんですよね。あ、じゃあ結構ごまかすと、あります。そうですわね。はい、業者さん、不動産業者さんからすれば1円でもその経費は安くしたい。そうかそうか、はい、そういうことはありますよね。はい、ちなみにですが、どうやって匂い取るんですか？それってやっぱ企業秘密。企業秘密。そうですよね。そこがノウハウなんですよね。そうですね。ここにもう時間とお金をたっぷりつぎ込んでますんで。じゃあ研究職で入っている人とかもいるんですか？いや、それはいないです。もう研究職は俺がもう行っている。だからもうお金も莫大にかかるんですよ。やっぱり機材、資材、薬剤高いですから。ああ、高いっすよね。めちゃくちゃ高いんです。はい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 。あともう一個、僕の後輩とか、僕が関わってきた雑誌とかだと、いわゆる、まあ、少し昔は伝説的な都市伝説的な裏バイトとして、カテゴライズされて、最近は僕もオープンというか、情報がね、うん、知られるようになってきたから、普通に職業として存在していることはもう周知されてるんですけど、これ、アルバイトで来る人もいるんですか、その現場に。うちはアルバイト取ってないんで、うん、なんとも言えないですけど、アルバイトでやれるようなもんではないですね。仮にアルバイトやれるとしたら、なんていうの、料金というか、アルバイト代、うん、いくらぐらいなもの？いや、アルバイトが例えばうちでね、アルバイトとして来てもらったとしても、つけるセクションはもうまさか中の仕事はやらせられませんので、うん、トラックへ運び込み要員とかそういう風になってくるんで、もうニット1万円レベルになってきますよね。じゃあ昔そのそれこそ都市伝説で語られたような、はい、高額バイトでは絶対ないです。高額バイトではないってことですね。ないです。はい、皆さんちょっとこれ見てた人、はい、孫の手に応募しようかなと思ってた方、アルバイトは募集してないそうです。だから最初から高級はないですね。はあ。最初からは。ポジション的に、うん、そういう料金というか、働いている人たちの手当とかそういうの違うんですか？手当っていうか、まあ、うちはなんていうのかな、なんとか手当とかいうのはなくて、うん、基本的に全部基本給、うん、プラス職能給ですから、だから最初から高額ってことはなくて。職能給で、なんていうんですか、一番高くなってくるのってどこなんですか？どのポジション、ゴミと、ポジションというか、まあ、大体3年ぐらい経験して、一通りできて、
現場を仕切れるようになってきた人は、入ってきた時は大体ね、2倍ぐらい、だから大体最初は300万弱からスタートします。うん、年収があって。年収が。ああ、そこからどんどん上がっていって、うん。あの、やっぱ、招集するところが一番高いのかなと思ったら、そういうわけで。そういうわけじゃないです。現場を仕切れるとかそっちの方なんです。そっちです。マネジメント能力とかそっちの方なんですね。あの、でもう一個こう、今回のやつお聞きしたいのは、佐々木さん別にあの変な意味じゃなく、佐々木さん自身から何か匂うとか、そういうことはないわけですよ、今一緒にいて。あ、今はね、当然ね。今あるんですけど、はいはい、あのその作業されてる方って、やっぱりその終わった後ってどうされるんですか、ご自身に匂いとか、そういうのはある。絶対ついてると思いますよ。だからコンビニとか行くじゃないですか。はい、お釣りこの辺から落とされましたね。あとね、昼休憩で、あれ何屋さんだよみたいな、蕎麦屋かなんか入ったら、うん、昼時で満員やったんですよ。我々3人が入っていったら、客全部おらんようになって。そういうこともありますよ。方向的にはどういう系の匂いなんですか？やっぱ不害臭ですよ。でも、匂いって、指摘しづらいじゃないですか、はい、だからお客さん出てってくれよみたいなことも言われる。いや、それはないです。さすがにそれはないです、ね、ないですけど、でも自分たちだなっていうことは分かるってことですね。で、まあ、そこそこ有名になってきた時だったんで、うん、あ、まあ、この人たちは仕方ないだろうって思ってくれたりもするんだと思いますよ。あ、そっかそっか、特殊清掃にも認知されてね、はい、でもその後って各自お風呂なんですか？会社でお風呂は各自お風呂ですね。なんか特殊 な, そのなんかシャンプーとかボディーソープとか、いや、そこまで必要ないですよ。必要ないです。そこまではないです、うん、いわゆる防護服みたいな、防護服も頭からすっぽり覆ってるんで。じゃああれを脱げばある程度は、ある程度は髪の毛にはすごくつくんですよ。そうなんですね。だからうち女の子多いですから、うん、やっぱり女の子多いんですか？あ、多いです、多いです。女の子痛い根削ってやってますよ。従業員の男女比率って、あ、今ね半々ぐらいかな。うん、半々ぐらい。あ、これ、そんな、この手、いや、勝手な思い込みでしたわ。なんかもう少しバリバリのおじさんたちが。あ、バリバリのおっさんね、いないですね。シュッとした若い子ばっかりですね。うん、そうなんですか、うん、あ、全然イメージ違った。そういう感じなんですね。じゃあ平均年齢も結構若い感じなんですか？年齢一番上は、男は私です。で、女の人も一番上は、まあ、60代一人いるんですけど、うん、あと、この春に新卒で入った、高校卒で入った女の子。何見て入ってきたんですか？なんか、特殊清掃やりたかったんですって。そういうことか。地方の高校を卒業して、在学中に、ちょうど今ぐらいの時期だったと思うんですけど、連絡してきて、卒業したら入れてくださいって。いや、特殊清掃っていうこと自体を別に隠す必要ないから出してるわけじゃないですか。はい、だから分かって入ってきてるってことなんですよ。もちろんもちろんです。大半はどうなんですか？皆さんは流れて、それとも自分の意思でもうやりたいってきてるんですか？最初は興味本位で来るんです、みんな。うん、で、定着率というか、だいたい5人来たら2人残るかどうかの世界です。3回目の現場までで。うん、合う合わないな。合う合わないじゃなくて、興味本位で来た人ってよっぽど腹くくってないとやれないと思います。ですよね。最短2時間ですから。あ、最短2時間。2時間短くてもってことですよね。です。あれ、それって辞めていく時の理由って何だ、思ってたのと違う？いや、もうまず何もなく来ない。あ、何も言わず来ないのがほとんどですよ。理由を伝える人、理由を伝える人の中では、ほとんどがもう僕には特殊清掃やっぱり無理です。それはもうそれ以上追えないですよね。追えないです。無理ですねってなる、はいはい、特殊清掃に向いてる人っているんですか？やっぱり優しい人でないとダメですよ。人のことを思いやれる人でないと。今ちょっと自己分析方面に行ってますけど、ゴミ、はい、屋敷もやっぱ同じなんですか？もちろんです。その家主さんのことをおっちゃんと考えながらっていう、はい、だから個人、その当事者というかね、うん、そこに住んでる人からダイレクトに依頼があるわけですから、うん、もう一対一で、一対一というか、こう、もろに接しないといけないわけですからね。例えばですけど、捨ててる最中に、うわ、汚ねとか、あ、絶対ダメ、絶対ダメ。ですよね。そういうことを、うん、言っちゃうような人とか、うわ、くっせえなとか、絶対ダメ、そういうの絶対ダメじゃないですか。絶対ダメです。
だからそれがだから多分思いやれるかどうかなんだろうなっていう感じだと思います。うん、ちょっとね、僕ゴミ屋敷じゃないですけど、世界各地ゴミ山とかにはよく入るんですけど、あの時の匂いって本当にすごいんですけど、うん、僕の感覚ですけど、嗅覚って人間の感覚の中で一番最初のバカになると思ってるから、しばらくおとなしくしとくんですよ。そうすると慣れて動き出せるって思ってて、ね、だからあんまりこうなんだか癖とか慌てずにじっとしていることが多いんですけど、なんだろう、そういうふうにこう慣れってあるんですか、そのこの仕事自体の。あ、慣れはありますよ、やはり。でも時々辛くなることもありますか。でも私らはもうないですね、辛くなることは。そのここ最近 の, その件数の増加とか、その事故物件の増え方とか、うん、そういうのとかは佐々木さん的には何かこう見てて、この先この世の中大丈夫かみたいなと思う時、やっぱりね、関係が希薄になってるんですよ、近所関係も含めてね、うん、で特にコロナ禍っていうのもありますよ。例えばもう帰省してて2年ぐらいアパート帰ってないんだとかいうのがあって、発見が遅れてるというのも当然あるんでしょうけれども、やっぱり希薄になってきてますよね。そうですね、うん、隣何者か知らないとかありますね、うん、隣だけじゃなくて、そのなんていうのかな、ちょっと知ってる人でも、あ、そうか、飲み屋が一緒で近所に住んでるまで知っててもどこに住んでるかとか家訪ねるみたいなこともないですしね、うん、そうですよね。まあ、なんでちょっとね、特殊清掃の現場からいろいろとお話を、まあ、業者さんの目線でいろいろお聞きしましたけれども、次回ね、ちょっともう少し具体的な現場の話を聞いていきたいと思います。ということで今回はどうもありがとうございました。株式会社孫の手は、特殊清掃、ゴミ屋敷片付け、そういったことを専門としてやっている会社です。お困りの大家さんや個人の方、困ったことがあればお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。概要欄の方から、リンクを貼っておりますのでよろしくお願いいたします。裏社会ジャーニー T シャツ現在発売しております。こちら僕が着ているのは黒、そして白もございます。各種サイズございますんで、概要欄のリンクから丸山販売所に飛んでお買い求めください。